前に引き続き内山選手&川田選手でガンガンチャー。お二人、私の席から見るともう左手に光る指輪がとっても眩しいんですけど、お二人とも新婚さん。そうです、同じ時期ぐらいです。去年11月、はい、僕12月です。新婚です。奥様思いの川田選手のイメージもすごく、私 SNS の情報なんですけれども、凝った料理をクリスマスだったりバレンタインに大きなお皿にほらちょっと盛るようなお料理。皿でかくて皿でっかいのね、あの料理少ないのがあの高級なイメージやと思って一口で終わるやろみたいなイメージ悪いですね。高級に対しての。喜んでもらえた料理というのは。喜んでもらえたの、和食の方がいつも美味しいって言ってくれます。卵焼きは結構簡単なんで、昔からやってたんで得意で、味も好きって言ってくれるんで結構作ります。千山選手はお料理はどうですか。僕そんなに、まあ、一緒に住み始めたりしたんで、うん、どうしても向こうが。好きな料理というのありますか。何でも好きです。あげようとしても。川田選手は好きな料理というのは。あ、僕何でもです。ずるいっすよ。続いて話題は30代という年齢について。成人の時よりなんかこう成人になった感があるというか、19、20歳より29、30の方が大人になれた感がありました。自分は自分目線で言うと30代ってもうちょい大人なのかなと思ってたんですけど、自分そうでもないな。なってみたら、はい、年相応に見られないのが悩みだというふうにも選手メーカーに書いてらっしゃったんですけれども。いや、僕言われましたもん、前20前半かなと。そんなそれはショックです。男の人ってそっか30になるとよりなんか渋さじゃないですけど、かっこよさが出てくるじゃないですか。こっちはね、かっこよさ出してるつもりでおるのに、なんか20代前半が言われたらね、言われてるんですよ。現に言われてる。誰に。かわいそうやな。どんな男の30歳、大人の30歳になっていきたいですか。僕はやっぱグッピーさん尊敬してるんで、包容感ある人がいいなって思いますね。川田選手はもう30歳、はい、31歳に今年なられますけれども、はい、ちゃんとした場面では年相応に見られるようにしたいんですけど、若いやつらとも普通に気使わずに喋ってくれるような存在でいたいですね。もう今もそうですけど、10個下とかにもおちょくられてるんで全然いじられてるのかな、バカにされてるよね。いじってます、ね、言い返さないところはやっぱり包容力っていうところが川田選手は。そういうことにしておきましょう。ユージ・アキトに対するこの後輩たちの態度と俺への態度は同じ年齢にする態度じゃないもんね。そうっす、だからテディか川君です。テディもないです。この後これまでのサッカー人生を振り返ってマジターなんとか生き残ってきて今いるみたいな感覚なんで。二人の激アツトークは番組後半で。 CM の後は小木中学校サッカー部をご紹介します。今回のエンジョイフットボールは小木市立小木中学校サッカー部をご紹介。1年生15人、2年生10人、3年生13人が活動しており、今年5月に行われた佐賀県中学生選抜サッカー大会では見事優勝を飾ってます。サッカー好きですので、こう貪欲にやっぱり学ぼうという姿勢を持ち合わせているような気がします。でなおかつやっぱり素直です。そういうようなところが彼らのストロングポイントかなというふうに思います。特徴で言えば主にやっぱりこうパスとかコントロールとかを中心にいい判断というふうなことを生徒にはこう心がけさせています。マンチェスターシティのグアルディオラさんがあのバイエルにいた時に6対3というトレーニングをやったんですが、6人が外側にいてボールを回すんですが、中の3人がボールを奪いに行くと、判断であったりパスであったりコントロールであったりが身につくかなというふうに考えています。小木中学校サッカー部キャプテンの中島翔です。小木中サッカー部はどんな雰囲気ですか。みんなが失敗を恐れずにどんどんチャレンジすることができるような雰囲気で練習を日頃からやっています。チームをまとめるのってやっぱり大変ですか。はい、大変です。一人一人の意見をちゃんと聞いたりするっていうところが大変です。キャプテンをやっていて良かったことは。チームメイトからお前のおかげでチームの雰囲気が良くなるって言われたところです。嬉しかったです。今年のスローガンを教えてください。連動です。
一つのボールに対して11人が連動してそのボールに関わることができるようなという意味を込めて連動というスローガンになりました。荻中サッカー部には絶大な信頼を得ているエースストライカーがいるらしい。エースストライカーは誰ですか？辻選手です。フィジカルとテクニックを兼ね備えているところです。辻龍斗選手です。ゴールへの嗅覚が鋭くチームが苦しい時に点を取ってくれるところです。絶対的エース3年生辻龍斗選手。4月からでだいたい20点ぐらい。足元のテクニックもさることながら高い身体能力を持っています。オールラウンダー的な選手かなというふうに考えています。ストロングポイントは何ですか？フィジカルを使いながらドリブルとセットプレーのヘディングです。中大連でみんなを全国大会に導けるようにたくさん点を取ることが目標です。全国大会出場を目指して頑張ってください。来週はキャプテン中島チーム VS エース辻チームによるバー当て対決だ。川田選手はチームメイトだとどなたと仲がいいですか？同い年はやっぱり仲良くなりますかね。ユージ、アキト、ゴメ、最初に喋り出したのも同い年ですし仲良くなりやすいと思います。ただ切磋琢磨し合う同じポジションを争う選手同士でもあったりする場合もあるじゃないですか。小野選手であったりっていうのはメラメラと血がたぎったりするところも、あんまりライバルが誰とかライバル視するタイプじゃないんですよ。同い年の友人が頑張って活躍してるから俺ももっと目立ちたいっていう、そういう俺も頑張ろうじゃなくて目立ちたい一方内山選手は僕そんな平和主義者特に何もないですね。ないです。無違う、それは違う。あかんの手良くないじゃないですか。無フラットフラットフラじゃない。川君もあれですよね、経歴的には一発目プロじゃないじゃないですか。雑草魂系ね。そうです。僕も JFL から行くとこないからスタートで、こう J1 まで来たんで、周りと比較するっていうよりはもう自分がどうこうですよね。うん、そうやね。自分の方が優れてるなんて思ったことないから、昔キャリア的に代表なんて選ばれてないし、自分はひたすら頑張らないとっていう。そうです。そういった生き残っていく中でも大事にしてらっしゃることっていうのもあるんじゃないですか。現状維持は即衰退っていう言葉をずっと大学時代から大事にしてて、周り同行じゃなくて自分が常に成長し続けないと、まあ、先はないなっていう考え方をずっとしてるんで、ひたすらに上手くなり続けるっていうのは今も昔もずっとやってます。常にチャレンジし続けてやっていかないと良くならないなと思うんで、知識とかやり方とかがあるんだったらもう取り入れてっていう形でやっていけば、まあ、自然とこうなってきたのかなと思うんで。真似しました。いいことは取り入れる。ああ、はい、そうすぐ取り入れた、はい、早い。試合の中でサポーターの皆さんにはどんなプレーを届けていきたいと考えてらっしゃいますか？テクニックで見せるような選手ではないと思ってるんで、どんな体勢でもこう前に向かうとか、シュートを常に狙っているだとか、気持ちを伝えられるプレーをみんなに見てもらえたら、伝わるようなプレーをできたらいいなと思って常にやってます。まあ、今リーグ戦だったり、まあ、基本的にはパギさんが出てるんで、まあ、そことは違ったようなやっぱ内山系らしさを出していけたらなと、まあ、体張ってなんとか頑張りたいなと思います。さあ次回川田選手がトーク相手に選ぶのは、なんと初書いていただきました、はい、では発表をお願いします。あ、見えました。ジュンです。西川ジュン選手。会話を楽しむような番組、はい、やと思ったんで、会話下手そうなやつを可愛いとこをいっぱい出してもらおうかなと思って嫌がらせで選びました。川田じゃなくアッチが出ましたね。このコーナーはサッカーのテクニックにチャレンジして皆さんに動画を投稿してもらうコーナー。7月のワンプレーは森谷選手が出題してくれました。
それではワンプレーチャレンジスタート。うまい。めちゃくちゃ簡単そうにやる。超うまい。おお。お手本よりうまい可能性があります。うまい。自分が同じぐらいの年には全くできなかったので、すごいと思います。これからもいろんなのチャレンジしてどんどん上手くなってください。8月のワンプレーチャレンジもどしどしご応募ください。セガントスホームゲーム情報。次回はアビスパ福岡との九州ダービー、負けられない一戦、ぜひスタジアムで応援を。 J リーグは開幕30周年記念企画として、夏休み期間中に全リーグ戦無料ご招待キャンペーンを実施。全国で合計約17万名様をご招待。我らがサガン鳥栖は8月26日土曜日午後7時からキックオフのガンバ大阪戦だ。応募は8月15日まで。この機会にぜひ駅前不動産スタジアムに来てサガン鳥栖を応援しよう。詳しくは J リーグ招待で検索。